皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。前回は宇宙への憧れの歴史を学んだけど、今回はどんなことを解説してくれるの？今回は理論から実践へ。最初のロケットはどう生まれたのかを探っていく。理論があっても、実際に作るのって大変そうよね。その通りだ。実は最初の実用ロケットは、意外な場所で生まれたんだ。意外な場所？宇宙センター？いや、戦場だ。戦争？それってちょっと怖いかも。複雑な歴史だが、現代の宇宙開発を理解するには避けて通れない。一緒に見ていこう。20世紀初頭、第一次世界大戦が勃発した。この大戦の経験から、次の時代にロケット技術への注目が集まることになる。なんで戦争の後にロケット？第一次大戦で従来の大砲の限界が見えたんだ。もっと遠くまで届く、新しい兵器技術が求められるようになった。戦争の教訓からもっと強力な武器をって考えが生まれたのね。この頃、アメリカのゴダードは軍から研究資金をもらって、実用的なロケットの開発を始めた。あ、前回出てきた変人博士の人ね。そうだ。でも戦争が終わると資金が打ち切られてしまった。平和な時代にはロケットなんて必要ないと思われたからな。せっかく研究してたのに。ゴダードは個人的に研究を続けたが、孤独な戦いだった。一方、ヨーロッパでは違う動きが起こっていた。ヨーロッパ？何があったの？ドイツでロケット愛好家たちが集まって、宇宙飛行協会を作ったんだ。愛好家？なんかサークル活動みたいね。まさにそんな感じだった。若い技術者や学生が集まって、週末にロケット実験をしていたんだ。その愛好家グループの中に、一人の天才少年がいた。ベルナー・フォン・ブラウン、当時まだ18歳だった。18歳？高校生くらいじゃない、そんな若くして天才だったの？12歳の時にベルヌの小説を読んで宇宙に憧れ、数学と物理を猛勉強し、18歳ですでに液体燃料ロケットを設計していた。すごい。私が18歳の時なんて何してたかしら。彼の才能に目をつけたのが、ドイツ軍だった。1932年、軍は秘密裏にロケット開発を始めた。また軍？やっぱり遠くに砲弾を飛ばすため？もちろんそれもあったと思うが、ドイツは第一次世界大戦に敗れ、軍事兵器の開発を大幅に制限されてしまった。しかし、ロケットの開発は制限されていなかった。なるほど、抜け穴を見つけたってことね。1937年、バルト海沿岸のペーネミュンデに巨大な研究基地が建設された。そしてフォン・ブラウンはそこの技術責任者になった。25歳で責任者？早すぎない？確かに若いが、彼の才能は本物だった。そこで開発されたのが、A4 ロケット、後の V2 ロケットだ。V2 ロケット？ちょっと変わった名前ね。V はドイツ語で報復を意味するバーゼルタングの頭文字を取っていて、簡単に言えば報復兵器の略称だ。ドイツ軍はこのような兵器をいくつか開発しており、2番目の兵器ということで2が付けられた。メッセージ性の強い名前ね。話を戻すが、ロケットの試験を何度か実施した後、1942年10月3日、A4 ロケットは高度約 84.5km に到達し、宇宙まであと少しというところまで近づくことができた。確か地上から 100km より上が宇宙なんじゃなかった？これはかなりすごいことじゃない。技術的にはそうだ。でも同時に、それは兵器として開発されていたことも忘れてはいけない。動画の最初でも流れていたが、もう一度 V2 ロケット打ち上げを見てみよう。ロケットといえばこれって感じの見た目ね。まさか80年前にこんなことができていたとは。あまり良いことではないと思うが、戦争は科学技術を飛躍的に発展させるからな。V2 ロケットの技術的な成果は驚異的だった。全長14メートル、重量13トン、最高速度マッハ5。マッハ 5？ 音速の5倍ってこと？速すぎ。液体酸素とエタノールを燃料とし、ジャイロスコープで姿勢制御も行っていた。現代ロケットの基本技術がほぼ完成していたんだ。エタノールって、お酒？
高用量アルコールだが、基本的には同じものだ。実際、戦争末期には食用アルコールも使われていた。ロケットがお酒で飛ぶなんて、なんか不思議ね。しかし、部位には兵器として使われた。1944年から1945年にかけて、ロンドンやアントワープに約3000発が発射された。それって、人が亡くなったってこと？そうだ。約9000人の市民が犠牲になった。さらに、製造現場では強制労働により約2万人が亡くなったとされる。そんなに、宇宙技術って、そういう暗い歴史もあるのね。技術そのものに善悪はないが、使い方次第で人を幸せにも不幸にもできる。これは現代でも同じ問題だ。フォン・ブラウンは何を考えてたのかしら？彼は後にロケットは完璧に作動した。だが、間違った惑星に着地したと語っている。宇宙への夢と現実の兵器開発との間で葛藤していたんだろう。複雑ね。夢を追いかけてたら、恐ろしいものを作ってしまったのね。1945年、ドイツが降伏すると、連合国は V2 の技術と技術者の争奪戦を始めた。争奪戦？アメリカとソ連が、それぞれドイツの技術者を自分の国に連れて行こうとしたんだ。引っ張りだこだったのね。でも立場的に複雑そう。フォン・ブラウンを含む約120人の技術者がアメリカに移住した。一方、ソ連も多くの技術者と資料を確保した。技術者たちはバラバラになっちゃったのね。これが後の宇宙開発競争の基礎になる。同じ技術、同じ理論から出発した両国が、互いに競い合うことになったんだ。だから後でアメリカとソ連が宇宙で競争したのね。アメリカでフォン・ブラウンは最初は軍のロケット開発に従事した。でも彼の本当の夢は宇宙飛行だった。アメリカに行っても結局軍用のロケット開発なのね。まあ、当時はロケットといえば軍事用としかなかったからな。1958年、NASA が設立されると、フォン・ブラウンは民間宇宙開発の中心人物となった。そして後に、アポロ計画の主要ロケットサターン5を設計することになる。確か月に行ったロケットだったよね？すごいじゃない。兵器として始まった技術が、最終的には人類を月まで運ぶことになった。皮肉で複雑だが、技術の進歩とはそういうものかもしれない。今回はこんなところかな。重い話もあったけど、勉強になったわ。第一次大戦から V2 ロケット、そして戦後の技術者移住まで。ロケット技術の実用化は、人類の光と影両方を含んでいる。でも最終的には宇宙開発につながったから、良かったのかな？簡単に良い悪いは言えないが、重要なのは歴史を忘れないことだ。技術の力と責任を理解した上で、より良い未来を選択していくことが大切なんじゃないかな。そうね、次回は何をやるの？世界初の人工衛星スプートニクだ。1957年、ソ連が世界を驚かせた宇宙時代の幕開けを見ていく。今度は宇宙に物を送る話ね、楽しそう。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。